全国のモルックファンの皆さん、こんにちは。モルックラ JP ハルスプリング JOKT です。今回は第1回モルッククリスマス大会の4回戦の様子をお送りしようと思います。まあ、4回戦って言ってますけど、具体的にどの辺かっていうと、ベスト24からベスト8に進むための戦いですね。なので3チームから1チームに絞られるというような戦いになります。はい、最初のブレイクですね。10点からスタートしました。阿部選手、松本選手のペアと、グッサン選手、三木選手のペアと、ウプネシ、ハルスプリングと、渋谷選手のペアの3チームです。ウプヌシって言い方今しないよね。ニコ動が発祥だと思うんだけど、投稿者とかさ、今なウプヌシって今じゃあ代わりになんていうの、投稿者っていうの全然わかんないんだけど、 YouTube 文化とかなんていうんだろうね全然答えが出なかった。最近の質問に、錦鯉の正則さんはバナナに、釣られて捕まった後、次のバナナを、仕掛けるまでにどうやって外に出たんですか。そこのところが分からなくて漫才を集中して見れませんでしたってあるんですけど、まあ答えは、まあ集中して漫才見なくていいっていうことですね。そこまで集中して見なくていいです。むしろそのディティールとかがどうでもよくなるくらい面白くな見れるっていうのが漫才なんで、まあそのどうやって出たとかね、そんなこと考え出したらね、まあギャグ漫画とかそういうのもそうですけど、いろんなとこを気にしちゃうと何も見れなくなっちゃいますからね。はい、気楽にゆっくり楽しむ。まあやっぱり競技になってるんで、こちらもついつい肩に力が入ってしまいがちになるんですけど、まあそういうことを考えずにね、見る側をゆっくり見ましょうっていうのが、まあ多分一つの回なんじゃないですかね。はい。まあ、まずね、寄席とかに適当に行ってみて、面白い漫才をゆっくり見るっていうことをね、やってみるといいと思います。最近のね、お笑いファンとかね、いきなりその M1 の予選に行きたいとか、キングオブコントの準決勝に行きたいとか、いきなりなんかそういうところ見たいって言いますけど、なんでもない平場っていうのは平の、まあ、劇場とか見に行くとね、思わぬ発見とか、まあ、芸人さんでこんなに声が大きいんだなとか、まあ、分からないことがいっぱいありますからね。はい、まあ、生で見ると全然面白いやとか多分なると思うんでね、まあ、そういうところを見ていただけたらと思います。さて試合の方はですね、どうなってたかで、どうなってたか完全に見ていませんでした。30対32対31横一線なんですけど、飛び出た12っていうのが、まあ取られてっていう展開ですね。この8番を外します。ウプヌシが外します。でもなんか YouTube とかだとまだ和骨とかは残ってるっぽいね。あの枠をつって意味なんですけど、生放送の枠を取ってくれてサンキューですっていう。まあニコ生は昔それぞれが30分までの制限がある、枠を取って生放送枠を取って配信するっていうのが、まあシステムになっていたんで、それ名残ですね。今はニコニコ生放送もそうだし、YouTube も、まあ誰でも30分より長く、まあ何時間でも配信ができるようになったんで、まあ枠っていうもの自体はあるかどうかって怪しいんですけど、そんな感じになってますね。まあ言葉だけ残ってる感じ、名残ですよね。さて試合の方ですね。ありがとう。この8番が阿部選手松本選手ペアの、まあラストスキットルだったんですけど、これを外しまして、それがその8番っていうのをプッシュされてるといった展開になりました。
で、ここはウプ主が9番狙ってたんですけど、まあそれが外れたといった形になります。9を取れればね、だいぶ良かったんですけど。だいぶ良かったんですけどっていう言い方、どうにかならないですかね。さあ、この5番がラストスキットになりました。ミユキチ選手のスローイングですね。これが当たって、ファーストゲーム獲得です。さあ、セカンドゲーム、ウプヌシ。ワコツ、ショット。ちなみに動画の、あれはウプオツですね。ウポツっていう言い方がしました。さらに略されて。YouTube ではさすがにコメントにウポツとかないね。1とかあったけどね。一番最初にコメントしたって言われて。YouTube さすがにそれないか、もう。あれで1じゃなくて2とか3とか書いてあるやつが一番おもんないと思ってた。けど、まあ、年を取るとどうでもよくなりましたね。まあ、別に、2って書こうが3って書こうが、なんでもいいわって感じになりましたね。さあ、ゲームの方はですね、30対50対47っていう点差なので、まあ、この点差を、下位の2チームは跳ね返して勝たないといけないというところになります。まあ、しかし、グサン選手、ミユキ選手ペアがリードしてるので、なかなかその点差っていうのを縮める、もしくは返すこと、なかなか難しそうだなーっていった感じで進んでますね。まあ、さらに12番が出たので、これを当て続けてさえいれば、その点差は縮まらないと。ウプ主はこれを落として、6番になります。まあ、モルキングとモルクリスマス、この大会に向けて結構自分の中で調子上がってきたところなんですけど、やっぱ試合になって最終的に合わすってことができなかったかなっていうのが今回の反省点、2日間の反省点ですね。あと試合だけだってとこまで来たんですけど、その試合がなかなかまとまらなかった感じで、そのためにどうすればいいかなっていうところですね。あともう少しで割と戦える状態になれるかなってところまで来てたんですけど、おっ、結果ちょっとまあトップ層と、肩を並べてってとこまではいけなかったかなというふうに思います。ちょっとね、自分では何言ってるか分かんないの、暖房の温度を上げすぎたからかな。ありますね、この暖房の温度を上げすぎて頭がポーッとしてくること、この季節ありますよね。そんな時にどうにかなるものがあれば、教えてください。ここのショットも多分ウプ主のショットなんですけど、まあ狙いは12番なんですよね。なんですけど下に落としちゃうんで、どうしてもこれちょっとイップス気味なんですけど、どっかで克服しないといけないかなと思ってます。よし、イエーイ、ありがとう。グッサン選手がまあ丁寧に8番12番取って残り8番、この8番左奥、左真ん中左ですかねに出たところをどうにか片付けないといけません。阿部選手当てるものの片付けるところに至らずですね。で渋谷選手がナイスヒットして8番、まあ、大体8メートルから9メートルのところまで持っていきます。でここは8番までいかなかったですね。2回で分けることができたんで6番から取ります。48点にして
まあ、試合としては残り2チームに対してセーフティーラインを超える、このまま50点取られても勝てる、合計点で勝てるような点数にしていきましたね。この2番当てて飛ばしていきます。でこれウプヌシのショットなんですけど、この2番落としましたね。どうしてもこれがイップス気味で出てるんで、ちょっとそれの直さなきゃなーっていう感じですね。まあ次の大会、いつの大会に、まあなるかもしれないけど、なるかわかんないですけどね。全然予定も立ってないんで。グッサン選手の2番ラストショットです。よし、これを決めて50点、合計100点で準々決勝進出を決めました。まあ、ちょっと試合全体としてはグッサン選手とミキ選手ペアが要所要所決めて、まあ、最後はミスほぼなかったですね。後半はミスほぼなく勝ってました。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。